こんにちは、自然を学校チャンネルのくにこです。今回は、スケッチブックツアーをしていきたいんですけど、このスケッチブックすごくページ数が多いので、2022年と2023年に分けて、動画を作っていきたいと思います。2022年の3月4日から12月の30日までですね。の、ネイチャージャーナルになります。これは神奈川県に、三浦市っていうところに行ってきた時のですね。これ全然色つけてませんね。なんか海岸なのにジョウビタキがいたり、なんか海のなんかこうブヨブヨのゼリーみたいなのがあって面白いなと思って、はい、描きました。あとトビがすごくいっぱいいましたね。これは三池公園ですね。これはマイフィールドかな。ね、このユリカモメがのなんかこう羽を広げたところがすごい綺麗だったので、これはまあ写真を見て描いたんですけど、とこれはすごくモズがペリットを吐き出すところが見れて面白かったですね。なんか今年はまだ見てないんですけど、オージュリンもこの辺はやってきます。これはヒバリですね。このナヨクサフジっていうのはこの辺すごく3月になるとはびこっています。これも三池公園かな。三池公園ですね。桜の木、しだれ桜がすごく綺麗なんですよね。あ、これくるみの目を描いてますね。3月でこんな感じになるんだ。あ、柳も描いてますね。これもうちの近くですね。あ、これ冠貝作りの夏の羽になるのかな。ちょっとわかんない。これは干潟ですね。ああ、くるみがだんだん大きくなったとこも書いてますね。これもどっか、なんか仕事で出かけた時の帰りにどっかの公園に寄った。寄ったやつですね。ちょっと海岸の近くだったので、いつもと違う植物が見れたり、スズンガモが見れたりしましたね。これは大ヨシギと注釈シギですね。干潟がなんかすごく、苔みたいな感じで緑になっててびっくりしたんですよね、この時。これは野鳥公園ですね。あ、京女子木が見れて、なんか大興奮した。あ、笹子いもいましたね。あと、注釈子木が、なんかカニを、食べる様子が観察できたのがすごく面白かったです。そしてツバメがやってきましたね。こうなんか近くの小学校の校舎の外側のところに毎年巣を作るんですよね。毎年楽しみにしています、来るのをね。これは
春シャギクがこの季節すごく綺麗ですね。いっぱい咲いてます。これも干潟ですね。コチドリも来てますね。でこれは、よく行く中洲ですね。コチドリがなんか交尾してたのかな、なんか組体操みたいに面白いなと思って描きました。でもうこの時はもうコチドリがね、あの卵をカラスに取られちゃって、自分もなんかこうドキドキした体験がありましたね。この時はなんか泣いちゃいそうなぐらいちょっと共感しちゃってましたね。これはね、この小アジサシかなとかって思ったんですけど、まあうまく取れませんでしたね。まあツバメがね大きくなって幼鳥がいっぱいいたっていうね。もうこの時ずっと中洲ばっかり行ってますね、なんかねえ、あの中洲が気に入って同じ場所から何回も何回も描いてます。まあでもこの年は、結局あのヒナを観察することができない、ヒナを観察したかったんですね。それでずっと通い詰めてたんですね。でこれは大鷹の幼鳥ですね。イカルチドリがね、あのよく見えました。ね、大鷹の多分親だと思うんですけど、これはまあこれも中洲ですね。さらに中洲ですこれは、これも、中洲の近くの大きな木ですね。これは、公園、玉川台公園から玉川を見下ろしたところですね。上から見下ろしたところになります。これは、三井家公園の、どんぐりを描いたのと、土地の実が面白かったので描いたのと、これはクズですね。これも多摩川なんですけど、ちょっと上流の方ですね。もうこの頃には9月なのでトンボがいたりね。これあの増水しちゃってるんですね。あの前日に雨が降って川がすごく増水していたところを描きました。これは野川かな、野川ですね。カワセミがね、あのなんかこう巣に入るところを見たのかな、この時。これはセイタカシギで、6号の干潟の手前の辺ですね。ね、これはもう10月になっちゃいました。10月は、なんだろう、ブタクサとかセイタカワダチソウとかコセンダグサとかを描いてますね。これはあんまり天気が良くなかったのかな干潟ですね。これも干潟、なんか同じとこばっかり行きたくなっちゃうのかなこれは野鳥公園ですね。柿を食べてたんですよね、メジロとかがね。面白かった、なんか楽しい思い出が蘇ってきますね、こういうなんか見てると。やっぱりこれは野アザミでですね、なんかいろんな小さなね、昆虫たちが集まってきていて、ね、あのいろんな鳥もいるので面白いですね、この公園はね。
銀杏も落ちてましたね。これはうちの近くの橋ですね。なんか魚がぴょんぴょん跳ねるぐらいいっぱいいるっていうのは嬉しいですね。セグロカモメがいました。これは、玉川台公園ですね。玉川台公園の常備滝がいつもいる縄張りのところですね。あとなんかこの時、川愛さんの、右の翼が取れた川愛さんがいて、なんかそれが見たくてまたここへ通い詰めてたんですね。落ち葉も書いてますね。これはなんだ、これはオニユリ、オニユリかな、ピーマンみたいな果実ができて、これは岐阜の方へ、私の実家の方へ旅行へ行った時に、旅行行った時にこの川ガラスがいたのが可愛かったんですよね。で、これはもらった柿を干し柿にしてみようと思ってやってみたんですね。これは中洲ですね。中洲のちょっと上の上流の方かな。これもう11月ですね。ホオジロがいましたね。これも中洲のちょっと手前かな。モミジとかがすごく色づいて綺麗でしたね。これなんだ、これはカイツブリがなんか土壌かなんか取ったのかな。これは蓬莱公園かな。蓬莱公園のイチョウの、落ち葉がすごく綺麗だったので描きました。あとこれサザンカか、サザンカもすごく綺麗なのがいっぱいあるんですよね。これは、トドロキ渓谷ですね。トドロキ渓谷も、木がたくさんあって、あんなところに渓流があるっていうのはね、渓谷があるっていうのは驚きですよね、東京なのに。で、この時なんか多分琉球サンショウクイがいたんですね。山柄もいました。で、これは、木の実がね、ある季節なので、それを描いたんですね。トキワサンザシとハゼの実と、これは、えのきですね、多分。えのきの葉っぱですね、これ。まあ、この時よくわかってなかったんですね、えのきって。ちょっと実が黒いのとか、赤茶色のとか、いろいろあるんですよね、なんか。あ、これはなんだろう。多分、ミサゴかな。ね、これが6号、あ、じゃあマイフィールドか、これは6号とマイフィールドか。だんだんなんか色鉛筆をよく使うようになってきてますね、前よりも。ああ、この時もまさき書いてますね。なんかまさきのこと忘れてた。これは野鳥公園ですね。拳ですね、これ。拳の冬目だ。冬目って何か分からずに書いてたんですね、前。あと、カイツブリもいました。あ、カイツブリじゃない。カンムリカイツブリもいましたね。そして、これはマイフィー、玉川台公園の近くで、こっち側が、こっち側がマイフィールドにもエナガがいたのがちょっと驚きました。なんかすごいムカデみたいなの食べてるんで。牡蠣とかね。で、もう浜大根の葉っぱがこんなに伸びてたんだ。ね。というわけで、
スケッチブック2022年の、3月から12月まででした。次回は、2023年の1月から、1月から12月の終わり、30日までの、スケッチブックツアーをしたいと思います。